伊藤岳君。日本共産党の伊藤岳です。東北新社の外資規制班の事案について、富士メディアホールディングスに外資規制班があったことが明らかになりました。公共の電波、放送の自主自立に関わる重大な問題です。富士メデディィアホールディングス社長に伺いますますず 衆議院総務委員会での答弁をを確認をしたいいと思います外資規制違反の可能性について、2014年10月末から11月頭頃に気づいた、金光氏は11月下旬に報告を受けた、また、外資規制違反に気づいた後、えー、外資比率20%未満の適法状態とする手続きを取り、違反の可能性を解消した。そして12月頭に 金光氏が外資規制違反について、総務省にお詫びと報告に行った、12月中にもう一度、総務省に行き面談2回目が行われた、そこで口頭での厳重注意を言い渡されたと答弁されました、これ、間違いないでしょうか富士メディアホールディングス、金光代表取締役社長。この 過去においてミスをしたことに気がついたのは、この2014年9月末の名簿確定をする、すなわち10月から開始される作業の終了後、過去を振り返って気づいたものでございます。ししがいいましててこののの年9月末の名簿の確定している時には気がつい その総合保有株の存在に気がつきましたのでそういうことでございますはいはい最後でございますはい道学君、えー、あの間違いないということですね確認いたします、えー、外資規制違反の可能性を把握した時点から総務省に報告に行くまでに1ヶ月も用意していますなぜ重大な外資規制違反についた後直ちに総務省に 報告相談に行かなかったんですか、金光社長私もそれに関しましては、社内の連携が悪くて、えー、極めて反省すべきとこ,、えー、ことだと思っておりますが、なぜかと申しますと、その時のその、いわゆる株主名簿を確定する株式部、それと同時に、9月の中間期の決算が行われておりまして、 えー、財務経理の中での四半期報告書、決算を発表するのと、四半期報告書の、えー、出す作業がありまして、そこの連携が悪くて、四半期計算書も、 のいわゆる総議決件数を間違って記載していいるととうことがありました。で、市販共和国を訂正するかどうかという議論に、その時点においては、重きを置かれ、それは総務と財務経理の間でお話をされてたんで、本来、この放送法の重要性に気づけば、先にまあ私なり、そのことを認識しているところに相談すべきだったものが、それをする前に、会社法上のこと、を いわゆる金証法上のことをその当該部門で重要してしまったためにその1ヶ月のロスが生まれたというふうにえ今回のことで改めて調査して分かったことでございます大変申し訳ございません伊藤岳君今あの社長も言われましたけれどもやっぱりあの認識の甘さだと思いますよで総務省に行きます外資規制違反を把握してから1ヶ月も報告が遅れたことをよしとするのですか放送法に照らせば 本来は認定取引しまあ結核自由に当たるんではないですか吉田情報流通行政局長。フジメディアホールディングスに確認したところ、先ほど委員からもお話ありましたとおり、10月末から同年11月上旬にかけて、過去の外資規制違反を同社,の同社において認識したと聞いております。 でその後、12月8日頃総務省との間で1回目の面会が行われましたが、その際、同社から総務省への報告が遅れたことについてのお詫びがありました。でえー、と外資規制違反という重要な事実であることに鑑み、同社において外資規制の違反しているという事実を認識した後速やかにご報告い,いただくべきであったのではないかと考えております。なお、えー、同社が11 10月末から11月上旬にかけて認識したという時点で、9月末の株主名簿は確定した時点で、外資規制違反の状態は解消されていたと承知しております伊藤岳君、1>, あの1ヶ月遅れたこと、報告されたこと、厳しく注意したんですか、聞いてるんですこれ吉田局長。 2回目の面会の際に、フジメディアホールディングスに対し、報告が遅れたことも含めて、今後、このようなことを二度と起きないよう、厳重に注意を当時の担当課長からしております伊藤岳君、うん。なんで1回目のときに注意しないんですかね、まあ、あの総務省も認識が甘すぎると思います。2014年12月頭に、金光氏が外資規制反について、総務省にお詫びと報告に行ったと言われましたが、えー、いつ、 総務省、のの誰に対してアポイントを取ったのか、まあ、総務省あの総務衆議院の総務委員会ではよくわからないというあ、金光社長、衆議院の総務委員会ではよくそれはわからないと言われたと思いますが、総務省の誰に対して、まずアポイントを取ったのか、調べていただけましたか、また、どういう面談をしたいのかというのを総務省に伝えましたか。金光社長前回質問された 時ときもお答えいたしましたが、7年前のことですので、どういう形でアポイントを取ったに関しては、定かに覚えておりませんが、放送政策課長のとに訪問をお願いしたということであります伊藤学君。外資規制班についての可能性を、一番早く伝えたのは、どなたですか、放送政策課長ですか。羽根滅社長 われわれは、えー、議決権の計算を間違えて、えー、外資規制にオーバーしてしまったという立場でございます。それが法的にどう解釈されるのかということをの感触を得るために行、えー、ったので、放送政策課に赴いたんだというふうに考えております伊藤岳君、はい、あのでは総務省に伺います。藤、え、井、ーえー、側からの面談のポイントは 総務省の誰が受けたんでしょうかまた面談の趣旨をどのように聞いたんでしょうか吉田局長 当時の総務省の担当者に確認,確認いたしましたが、えー、面会の約束を取ったときの状況というのは覚えていないということでございます。えー、同社の常務から、えー、当時の放送制作課長に面談の申し入れがあったのではないかと思われるが具体的にどういう形でというのは、えー、覚えていないということでございます伊藤学君。藤、えー、川の外資規制反の可能性を総務省の中で一番早く聞いたのは誰ですか。 吉田局長12月8日ごろに面談を行った当時の放送制作課長でございます伊藤岳君。はい、金光社長に伺います、12月頭1回目と12月中の2回目の面談には、藤川からは誰が参加し、総務省側からは誰が参加されていましたか。金光社長 そのときの記憶をたどると、あの1回目の訪問の際には、スタッフを同行させたという記憶がございます。先方は1人であったか2人であったか、一番最大でも2人だったというふうに記憶しております伊藤学君、えーえー、先方の2人というのは、課長以上の職の職方ですか金光社長。 課長と、えー、いたとしたら、もう1人の方で、ちょっと私はそこ、どなたかというのはちょっと覚えております伊藤学君、えー。総務省に伺います、えー、この2つの面談に総務省側から参加した参加者、誰ですか。吉田局長。当時の放送制作課長と,、えーと放、放送制作課の担当者と聞,、えー、聞いております。伊藤岳君 あの総務省に伺います、えー、放送法の解釈に係る放送政策課長を面談にさせたさした一方外資規制違反を直接担当する地上放送課長を面談に参加させなかったこれはなぜですか吉田局長、えー、認定放送持株会社に関し法令の解釈等の制度面は 放送制作課認定等の実務面は地上放送課が担当しております。えっと本件については放送制作課で対応し、法解釈についての相談との認識であったものと聞いております、えー。しかしながら放送法の解釈の相談でありましても、本事案は外資規制違反という重要な事実であることに鑑み、 当時の地上放送課長を含め、関係者には少なくとも事案の内容が共有されるべきものでございましたが、実際には共有されていなかったということでございます。この点も含めて、当時の担当者の認識が甘かったと考えております伊藤学君。大変重大なことだと思いますよ。あの公共電波、あ放送の自主自立にかかる重大な外資規制違反に対する、 対応の体制になななっていいじゃないですか先ほど、金菱社長もおっしゃったとおり、放送法をどう解釈し,てしたら、どうこの外資規制違反をくぐり抜けられるのかという面談を、藤川は申し入れて、総務省はそれに対応したというふうにしかこれ、思えない構図だと思います。先ほど、金菱社長も、法の相談だというふうに言われました。で金水社長に伺います 12月頭1回目の面談では、お詫びと報告以外に、金光社長からは何を聞いたりお話をされたのか、また総務省側からは何を聞かれたり、お話があったのか、いかがですか金光社長、私がその際に、えー、行く目的として、私がお話しすることは、 過去において外資規制にオーバーしていたという結果の事実でございます。えー、この経緯、あるいはあの原因等々に関して、その時点で私は専門外などで説明するだけの知識はございませんでした。従いまして、それは書面で、リーガルチェックを受けた書面をお渡しするということで、その目的を達したというふうに考えております伊藤学君。 あのもう一つお聞きしたんですが、総務省側からはどんな話がありましたか、1回目の面談のとき。金水社長とりあえず、その事実について確認と、えー、そのいわゆる具体的な経緯等々に関して、何か質問はあったかもしれませんが、覚えておりません。伊藤岳君あのそうするとやはり、ね、1回目のの面談の時に総務省側から 外資規制違反についての重大性を問い立だすような話はなかったということなんですね、金光社長は今回の外資規制違反が認定の取引口にならないという感触を得たのはなぜですか金光社長。我々は包み隠さず、その事態をご報告しました、あとは法の解釈を委ねるというところで、次のところで今回の件は。 厳重注意するという形で、口頭で言われましたので、それをもって、この認定取引はないと判断いたしました伊藤学君。その厳重注意、認定の取引にならない理由を、総務省側はどのように説明されましたか。金光社長私が言ったのは 事実を伝えてその解釈を求めることでございます、えー、その認定の取り消しになるんですかならないんですかという直接的な聞き方でお伺いしたわけではありません、実質的にはそれは委ねましたが、それに対して、厳重注意すると、二度と起こさないでくださいという注意を受けるということで判断したということでございます伊藤学君。取り消しとはならならい理由を 総務省からはどのように説明を受けましたかということです金光社長その説明はございませんでした伊藤岳君総務省に聞きます今の社長の答弁は事実ですか認定取引しにならない理由は総務省から説明しなかったということですか吉田局長吉田局長 2014年12月におけます、富士メディアホールディングスと総務省の間のやり取りにつきましては、私どもが確認しておりますのは、富士メディアホールディングスから不注意により外資規制違反の状態にあったことについて、どういう理由であろうと申し訳なかった旨のおわびがあったという点と、同社から総務省への報告が遅れたことのおわびがあったこと。 また、総務省からの確認に対して、同社が外資規制違反の状態はその当時において、すでに解消されると回答したこと、総務省から同社に対し、今後このようなことを二度と起こさないよう厳重に注意をしたこと、というやり取りがあったことを確認しております伊藤学君。あの先ほど、金目社長はあの認定取り引にならない理由、総務省から進めなかったとおられましたし、今の局長の話でもそういう話は出ませんでしたが。 つまり内閣法制局の見解は、面談のときには持ち出されなかったってことですね。吉田局長え。そのような説明はしており,おりません。伊藤学君あの。大臣は内閣法制局見解が、あその見解のもととなった事案を、 からあの内閣法制局見解を導き出して、これ、厳重注意の根拠とすると言われましたが、この面談のときには、内閣法制局見解は示されなかった、これ、不思議な話だと思います。しかも、外資規制派の重大性について注意をしたという面談だったとは思えません。やはり、先ほども言いましたが、認定取り消しとの事態を回避するために、法的に、 どうくぐり抜けるかを相談する面談だったと、これ、言われてもしょうがないと思いますし、先ほど社長は総務省との会食の有無を問われて、会食そのものも否定されませんでした、これ、疑念が強まるばかりです。社長に伺います、金光社長は放送法が規定する外資規制違反した状態にあったにもかかわらず、厳重注意だけで済んだことについて、どのような自由によるものとまあ受け止めているんでしょうか。金社長 どのような理由を想像することは、現実的に我々の知識の範囲内ではしかねることであります。法律の解釈がどういうふうに運用されるかということに関しては、さまざまな事例があるということは認識しておりましたので、あのその今回の違反事例がどういう形で厳重注意になったかということは、基本的に想像するということはございませんでしたと,と思います。 伊藤岳君あの総務省もこの間、国会で答弁しているように、電波の周波数は有限希少で、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有するからこそ、放送法の外資規制の規定がある、放送事業者の外資比率は国の安全保障を左右しかねない大問題だというふうに答弁されていますが、全くそのとおりだと思います。でその外資規制違反が、富士メディアホールディングスにおいて2012年4月から、 2014年3月前の2年近くにわたって、放置をされていた、藤川も総務省側も重く重く受け止めるべきだと思います。大臣に伺います、放送法の外資規制の規定の持つ意味について、大臣の見解をお聞かせください武田総務大臣。放送法の外資規制は、国家安全保障にかかる重要な規制と認識しております。具体的には 放送法が、機関放送事業者等に外資規制を設けているのは、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用にあたっては自国民を優先させるべきであること、また放送は、言論・報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえ、外国性を制限する趣旨であると考えております。伊藤学君。 今の大臣も答弁あった通り外資規制の規定の意味は大変重たいと思いますそこで総務省に伺います、えー、富士メディアホールディングスの外資規制違反に対しての厳重注意は、えー、当時の安藤情報流通行政,行政局長の判断だったとおこの間の委員会で答弁がありました、えー、外資比率が20%を超えていたことがあったと 後に事業者から報告された場合の対応について、どのレベルで判断されるのか、またそのどういうレベルで判断をするのかという規定があるんでしょうか。吉田局長 ご指摘のとおり、2014年12月に、フジメディアホールディングスから外資規制に反している状態にあったという報告があった際には、当時の情報流通行政局長の判断で厳重に注意したとのことであります。でえっと、え何かあの行,政行政処分、あるいは行政,行政処分等を行う場合につきましては、総務省行政文書取扱規則におきまして、え 決裁者というものが決まっております、えー、ちなみに認定の取り消しに関する決裁者は情報流通行政局長となっておりますただいずれにいたしましても外資規制違反という重要な事実であることに鑑みまして当時大臣まで報告すべきであったと考えられこの点につきましても当時の担当者の認識は甘かったと考えております伊藤学君先ほどの金滅社長の話でも厳重注意については 放送政策課長から言い渡されたと思いますが、放送政策課長に厳重注意を渡す権限がありますか吉田局長。行政指導にかかる決裁者につきましては、大臣、局長、課長にそれぞれ書をされているところでございますす伊藤岳君いいやででかから放送政策課長に権限があるのかと聞いてるんです。 吉田局長判断を行ったのは、情報流通行政局長でございます伊藤学君。じゃあ、判断は情報,情報流通行政局長が判断すれば、何課長だろうが言い渡せるってことなんですか吉田局長。局長がその実施をあの課長に委任したという形になるんだと思います。 伊藤岳君まあ本当不思議だと思います。まあ、あのこの今回の外資規制反の対応は、担当局長の認識の甘さ、もちろんこれありますが、そういうレベルの問題ではないと思います。対応の規定すら存在してないということが大問題だと、私は思うんですね。ま,あ、また、本当に担当局長の判断での厳重だったのかも疑われると思います。もしそうだったとすれば重大な 外資規制違反に対して、まあ、あまりにもなあなあな対応です、まあ。上からの指示があったのではないかという疑問も残ります。さらなる真相の究明が必要だと思います、えー。外資比率については、放送法93条1項の規定により、期間放送の認定の際、事業継承の際、更新の際、放送事項の変更の際などに、総務省、つまり総務大臣から認定を受けなければなりません。なのに、外資規制違反があったことが、 事業者から後に報告された場合の対応があまりにも曖昧ではないですか、大臣の見解を伺います。武田総務大臣まあ今回の事案を受けまして、放送法にかかる外資規制の実効性の確保について、さまざまなご指摘をいただいていることは承知をいたしております。法改正も視野に検討を開始するよう、事務方に指示を出しております。とりわけまず取り組むべきこととして、総務省における審査体制の強化が必要と考えており、 外資比率の状況を定期的に把握できるような制度に改めることや、外資規制審査にかかる担当部署を設置することを含め、審査体制の充実に早急に取り組みたいと考えております。なお、こうした一連の検討にするため、諸外国の外資規制の状況などを調査する外資規制調査チームを13日に国際戦略局に設置したところであり、すでに調査に着手をしております。調査チームからの報告も踏まえつつ、 外資規制の抜本的な見直しについて、法改正も視野に迅速に検討を進めてまいりたいと考えております伊藤学君。今の検討されているという話でしたが、あの認定と認定との間の期間に、事業者が外資規制違反に気づいた場合の総務省への報告の義務はありません。外資規制違反の状態が次の報告、認定の時点で存在しなければ、認定取り消にならないと、まあ、この間、答弁されています。でこれでは 外資規制違反の状態があったことが事実上見過ごされてしまう仕組みとなっているのではないかと思います。この点で検討はされていますか。吉田局長。大臣からも今ご答弁申し上げたとおり審査体制の強化ということをえっと検討しております。でそこにおきましては外資比率の状況を。 認定時などのみではなく,なく、その後も定期的に把握できるような仕組みに改,改めること、あるいはそのための外資規制審査に係る担当部署を設置するなど、そういう意味で定期的に把握できるような形にした審査体制の充実に取り組んでまいりたいと考えておりますおまとめください、伊藤岳君まあ大手事業者に対してあまりにも甘い対応だとだったと思います。 放送法に基づいて認定を行う所管省庁としての責任が問われる問題点課題だということを指摘をし質問を終わります本日の調査はこの程度にとどめます特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部